言うんであれば、タンポンはやっぱりパートナーを持ってから。ゴムも大事だけど、これ大事だよ本当に。なんで学校で教えてくれないんだろう。アレちゃんです。アレちゃんは初ちょめちょめの時出血した？出血ちょっとだけかな。ショルマクが破れる破れないっていう話を聞いたことがあるんだけど、うん、実際破れてるのかどうかっていうのをちょっと気になって、うん、出血しない場合もあって、なんかみんなすごいなんか想像するのが、多分こうショルマクがもうあってそれを突き破るみたいな感じでこう破けちゃうっていう感覚で思ってるけど、膣の中にあるなんかひだ状のものが周りについてる感じで、真ん中は空洞にちゃんとなってて、もしパートナーがそんなにめちゃめちゃ大きくなければ、パートナーとちょめちょめした後でも破けない可能性もあったりして、他のパートナーがいたりとかした時に痛かったりとか破けたりするっていう可能性もあって、ただ確認できないらしくて、医学的にもこの人手術かどうかっていうのも断言ができないらしい。よく言われるのが、血出ないから手術じゃないかもしれないとか、知らない男性もすごい多いらしくて、女性でも知らない子が多いのに、うん、男性なんてもっと知らない。だから初めてって言ってるのにもかかわらず、その子はなんか血が出なかった、だから本当は手術じゃないんじゃないかって思う男性もいるらしいんだけど、でも手術膜は本当に出血がそんなになかったりするし、あとは激しいスポーツをやってる選手だったりとか、選手じゃなくても常にこう毎日激しい運動をしたりとか仕事をしたりする人とかであれば、自然と破けちゃう時もあるんだって。指を入れてしまって傷つけてしまっちゃう場合もあるし、あとまあ実はタンポンとかでもやり方によってはその破けちゃう可能性もある。だから本当に初めての人とした、それが処女なくなったっていう風な決め方かな。処女膜破ける破けないっていうのなしにして。タンポンって初めていつ使いましたか？結構遅かったんだよね、でも生理になるのが。あ、そうなんだ。中学校3年生ぐらいに初めて来てっていう感じで、うん、高校の時にねプールの授業があって、うん、先生に今日なんか授業出ないともうあげない点数をみたいなこと言われて、いや怖い、どうしよう、どうすればいいんだろうってなった時に思い浮かべたのがタンポン。でもタンポンなんか使ったことないし分かんないし、どうやってやればいいかって言って、その保健室に行って、ちょっと先生タンポン分かんないんだけどって言って教えてもらったのね。なんか怖くなっちゃって、その時にそのパートナーいなかったし、処女だったから、何をどこに入れて何がどうなんのっていう恐怖だし、あんまり自分のものをさまじまじ見たりとか何かこう触ったりとかしてないし、すごいちょっと怖くなっちゃって、親に連絡して言っちゃったの。お母さんに聞いたんだ。そう。でもなんか実際こうメーカーサイトによると、タンポンいつから使い始めましたかっていうアンケートに対して、うん、学生時代っていうのが 49.2%、社会人になってからっていうのも 41.4% だから、うん、本当半々ぐらいな感じだね。自分の考え方なんだけど、タンポンってすごい便利だし、うん、洋服が汚れないようにとか不安になってる時とかに漏れたらどうしようっていう時に使うとすごい便利なもんなんだけど、うん、若すぎるとパートナーがいないとか大人の事情が知らない子が使うってなると、やっぱ分かんないこともあったりするし、うん、授業であんまり教えてる人もいないし、うん、でそれこそさっき言ったように処女膜っていうのがやり方によっては破けたりする、気にする人と気にしない人もいると思うのね。破けても破けなくてもどうでもいいやって、だってそういうの重要じゃないし、だからパートナーと初めてすればそれが私の処女がなくなったっていう風に私は判断していますっていう子であれば、私はもう高校の時とかでもまあ使っていいと思うし、例えば私はもうパートナーじゃないと嫌って言うんであれば、タンポンはやっぱりパートナーを持ってから使ってもいいかなと思う。実際注意書きとかにも、タンポンは連続して使用しないでくださいっていうこととか、1回のタンポンの使用時間は8時間を超えないでくださいっていうこととか、うんうん、タンポンってすごいなんか安全なものだし、すごく便利なものだから全然なんか怖いものないんだけど、それだけやっぱり何か物を入れてそのままそこに放置してしまう、ばい菌が増えてしまうっていうことが、まあ、いけない。あそこをやっぱ清潔に保たなければならないから、タンポンは本当に1日まあ2、3回は変えたりとか、
大事だと思う。やっぱもう一回つけてもめんどくさいからって言って放置しちゃう子とか結構いるかもしれない。タンポンはね、やっぱね、不安な時は使うよ。特にもう今日はもう白を着ていきたいとか、白じゃないと嫌だっていう時とかにやっぱ使ったりとか、でもこれさ、なんで学校で教えてくれないんだろうって思う。なんか学校ではさ、ゴムの付け方みたいなものが学んだ気がする。なんかそれはそう、見せられた気がする。タンポンは確かに学ばなかったかも。ゴムも大事だけど、これ大事だよ本当に。入れ方とか間違ってしまうと漏れちゃったりとか、あとすっごい違和感を覚えたりするらしいから、タンポンは私はちょっと合わないのっていう人は、合わないじゃなくて多分その使い方がちょっと間違ったりする可能性もあるの。しっかりそれを設置できれば本当に便利なものだから、タンポンってさ、コンパクトタイプだともうめちゃめちゃ小さいの。バッグとかに入れててもあまりわかんない。小さいやつと大きいやつの違いっていうのは、なんか小さいやつは自分でセットしなければならないの。取り出す時にこんな感じで一回その引っ張ったりするの、こういう風にで引っ張って、これがもうなんていうの、設置できる状態。コンパクトじゃないタイプっていうのはもうセットしてある状態で入っている。だから取り出してただその設置するだけみたいな状態になっている。ここの部分をまず持って設置するんだけど、ちゃんと全部しっかりとなんかこう入れなければならないの。間違ったやり方をやりがちっていうのを押しながら出す。出してはいけないの、タンポンって。その押してる時に、なんでかっていうと、そのタンポンがもう浅いところにつく可能性があって、この辺に。そしたらもうすごいもう違和感でしかないし、漏れちゃうし、全然もうダメです。だからしっかりとタンポンはそのままこう押す。そしたら奥にこう押すと奥にほら行っちゃうから、そのままちゃんとしっかりとした場所に設置される。で、これをやったら、その後こう引っ張って抜けていくだけ、このもので、これは捨てる。もういらなくなったもの。でもわかんない、私たちが学生の時って結構前じゃん。もしかしたら時代が変わって今は教えてるかもしれないし、ちょっとコメントで、ね、知りたいよね。あ、知りたい。それ知りたいかも。学校で今その性教育だったりとか、女性に関してのそういう生理だったりとか、そういうのどういう風に教えられてるんだろう。もしかしたらすごいオープンに教えてるかもしれないし、全然変わってない可能性もあるってことだから、今学校とか学生の人とかどういう風にナプキンだったりとか生理について教えてくれているのかっていうのを書いてほしい。今日はそんな感じでタンポンの話でした。バイバイ。